返事書きたい。いいじゃん。1980年から来た手紙にか。あなたはいつだって私のそば。返事もらった方が案外それで人生変わっちまったりしてさ。このじいさんも相談の手紙が来るたびに悩んだのかもな。今の俺たちみたいに。最後の返事書こうかな。心を震わせる。僕がその人に手紙を出したのは、ただその人に幸せになってほしかった。また巡り合う時まで少しだけのさえ。